宇都宮総重郎は愛媛県西和郡保内町に生まれた。鉱山経営で財を成した。愛媛県西和郡保内町川の石にかつて委員であった二宮鉱巡邸として建物は現在も残っている。明治11年に設立された第29国立銀行の設立、勧誘の当初から関わり銀行の株主となった12名の一人である。 第29国立銀行は、愛媛県に最初に設立された国立銀行である。明治20年に設立された、上坊石株式会社の創立委員となり、取締役に選出されている。明治20年代に開発、創業した、佐見崎半島にあった多くの銅山が、その初期には大部分を、白石渡郎、宇都宮総重郎、矢野正三郎が経営している。 戦前まで採掘が行われ、別種銅山に次ぐ、四国で第二の産出量を誇った。大正2年、歌から合名会社により、白滝鉱山の諸鉱山の経営を行い、経営効率の増進のため設備の近代化を推進した。大正4年、白滝鉱山の諸鉱山は、宇都宮総十郎経営のもとに掌握された。大正8年3月、 クハラ工業株式会社に譲渡された。四国では、別紙鉱山、サザレイ鉱山に次ぐ第3位、高知県では第1位だった白滝鉱山があった。元禄十二年2月、本川銅山が土佐藩により解堪された。明治20年6月、久保田健一郎、三好丹三の経営共同社より、住友家に譲渡された。大川村にあった、 諸鉱山である、住友家が上渡した、もみの木、朝や大北川、下中久康の鉱山は、その後、石川敏一、田中銀之助、柴聖五郎、遠いくたの経営者の手を経た。大正2年、宇都宮総重郎は、歌から合名会社により、諸鉱山の経営を行い、経営効率の増進のため設備の近代化を推進した。 自家用水力発電所を竣工し、諸鉱山の統一通称名を白滝鉱山とした。大正4年、大北川鉱山を渡辺雄津根より買収したのを最後に、白滝鉱山は、愛媛県側の石村、宇都宮総十郎経営のもとに掌握された。大正4年、5年、6年を含め、塩害保障について、宇ったから合名会社との間に、 モミの規制連署円外保障協定が締結された。四国中央市に至る 21km の架空作動が完成している。大正8年3月、久原工業株式会社に譲渡された。白滝鉱山は日本工業株式会社の経営により大規模な設備がなされ、従業員500人で月産鉱石1万トン、青銅100トンを算出していた。 白滝工業所は、月産1万トンの荒々金を採掘して、長期安定区路地創業を目指していたが、昭和47年3月末での閉山となった。昭和54年4月、鉱山跡地は全部損有地となった。その後、大川村が白滝総合開発に着手して、自然王国白滝の里が完成し、現在に至る。ありがとうございます。